だ。星川駅。さあ、やってきましたよ。ということで、星川駅はね、そう。ここはなしなんですけどね。こんな感じでね、実は、駅前がね、山陽路線もあるし、東京もあるし、王将もあるし。多分ね、ここが一番駅前揃ってると思う。うん。どうしような。あ、かっぱ寿司。そうや、こっちはかっぱ寿司が生き残っとったな。久しぶりにちょっとかっぱ寿司でも食うか。そしたら奥は奥でなんかできる。新しいしね。そうしよう。ポッケの中って何かあったっけ。ここのドンキ、ドンキになってからそう言ったことねえな。いいか、先に飯食おう。よし。やっぱ、食べよそう。やっぱ、三重県だともう、ここと鈴鹿だけかな？本当に減っちゃいましたからね。久しぶりだな、かっぱ寿司。天バス停は、駅前でもなく、通り側でもなく、こんな、駐車場のと、ちょうど真ん中くらいの、すごい中途半端な位置あるんですね。へぇ、知らんかった。これ、でも4話の方だからな。よいしょ。よし。ちょっとメガドンキで時間潰して。ちょっとね、せっかくだったら、ちょっと試してみたいルートがあるから、ちょっとそっちから行ってみようと思います。要は、三岐鉄道って北西線と三岐線がね、こう、完全、それぞれが独立してね、走ってる路線じゃないですか。このね、間を繋ぐ方法って言って、この前は伊勢八田から、あげきまで歩いたりだことか、桑名。ね、さっきみたいに近鉄で、富田から桑名まで移動したりだとか、やってるわけですけど、東武インカーも行けるらしいんだよな。それを一回やってみたい。